金木犀ですけど、ああ、だいぶね、切り残しね。さっきのいけない例がたくさんあるので、それをまず見ときましょうかね。これ、切り残しですよね。切り残し。これもみんなほら、これも切り残しのぶつ切りですよ。見えますかね。ね、これもね。で、これなんかは、さっき言った中では内向枝なんですね。内向枝。内側に、幹の中心に向かってる。これもそうですね。これ見えますかね。こういうの内向枝です。で、ここ、しかも3本に分かれてるんですね。太いのと、細いのが2本。したらもう、だいたい2枝にはしますので、3分岐あったら。だから、ここで言えば、まあ、これ邪魔だから切りますよ、まず。で、これ切るときも、ここでブチってこれダメね。細かいこと言うけど、これが、こういうふうに枯れ枝になっちゃうんだよね。枯れ枝になると硬くなってね、切るの嫌でしょ？で、これね、こう切っちゃダメって言いましたよね。これダメで、バークリッチがここにあるんですよ、ちっちゃいけど。これとバークリッチの中間ってさ、ここなんですよ。この角度で切ると。もう枯れちゃってるよね。ほら、腐朽入っちゃってるね。ね、こうなっちゃうから、中途半端に切っちゃう。で、苗小枝ね、これ。苗小枝を切る。この時も切り残ししないで、きちっと取る。これ抜く。これ透けるけど透かしてんじゃないんですよ、さっき言ったように。透かし剪定ではない。ここもちょっと2本あってね、どっちか切った方がいいと思いますけど、まあ大まかなとこだけ行きましょうかね。こういう中にもね、切り残しですよね、これ。ありますね。これ、切り残ししない。これも切り残してる。これ硬そうだな。こっち側もよく見えますよ。見えますか？ええ、どっちにでも分散していただいて。で、切り残しすると、その切った人は気持ちよく楽しく切れたかもしれないけど、その後にね、それを処理する人はね、苦労するんですよ。切り戻し、こういうのもね、もう枯れると嫌でしょ。これいいですよ。楽ちん。で、これ交差枝。ね、これこれ。こういうの交差枝とか絡み枝とか言うんですよ。何がいけないかって言うと、これ擦れるでしょ？そうすると擦れたところが傷になる。で、そこから腐朽したりもするんですね。だからどっちかを抜かなきゃいけないんですよ。で、この場合どっち抜くかなって言った時に、こっちはもう大きくなろうとしている強い枝でしょ？で、こっちの方が弱い枝ですよね。だからどっちかって言えば、こっちを残した方がいいのかもしれないね。この場合はね。だからその場合によってどっちを取るかなんだけど、でもこれどうだろうね。ああ、でも、難しいね。状況としては、多分でもこれ残してこっち切っちゃった方が、これもね、内向してるんですよ、結局はね。だからもうこっから切っちゃった方がいいかもしんないね。こうね。こういうふうに。これ内向枝と交差枝が一気に抜ける。そうすると、まあ、こういうふうになりますよね。で、切ってこう、頭頂部の方がすごく枝が数も多いしね、枝も強い。だから、より間引かなきゃいけないんですよね。例えばこれなんかもここら辺、もう混み合ってきてるんですよね。そしたらもう、多分ね、これ残せばこっちなくてもね、こっちにあるから、こういうところでこう切っちゃうと、頭透けていくんですよ、こうやって。こんな感じでね。ここにも、なんか切り残した枝があるな。なんかこういう枝の処理で終わっちゃいそうな感じだけどね。で、これ、芯がね、何本も立ってるんですよね。切って絶対芯を何本も作ろうとするんですよ、先のこと考えて。だけど、それを残していくと、こう、立ち上がってる枝が増えていくんで、もう時々こう、これなんかは、こっち外へ行ってる枝残して、こっちの芯になってるの抜いてやると、芯が減るんですね。こう、頭のてっぺんってこう透かしても、問題はないのでね。
というふうにやっていきます。どうですか、あーこれとね、うん、そうですね、まあ、どこまで思い切っちゃうかなんだけど、この枝自体がもう嫌な枝ね、なんかちょっともう、だからもう この下枝残してこっちいらないぐらいかもしれない。うん、そこまでやってみますか。だからその手抜く程度をね、あの皆さんでやるときはどのぐらいまでっていうのを決めないと、あの一人はなんかすごい思い切りのいい人で、一人はなんか臆病な人だと違うものになってっちゃうね。うん、そう、まあご指摘ありましたけどね、ここで切ってもいいぐらいなんですよね、これを。うん、いいぐらいなんですよ、こっちで作っていけるから、ここにもあるし。やってみますか。これ思い切りだね。これもね、切るとき角度気をつけてほしいんですよ。こういうときね、水平に切っちゃう人多いんだよね。これもね、理屈は同じなんです、さっきのコジットと。ええ、だから必ず斜めになるはずなんですね。今ね、こう大体で私やっちゃいますけど、こういうぐらいだと思うんですよ。こういうふうにしないと、こういうふうに切るとここの三角がね、あの枯れ込んじゃうんだね。うん、こういうふうにしとくと、まあこの栄養がこっち降りていくので、この角度、このぐらいね。で、傷つくと必ず腹球筋入るんです。だからこのバーって切ってってガツンってこっちの方に、こっちの枝に当てちゃうと、もうそこから傷になる。そのぐらい神経使って、もう最後怖かったらもう剪定バサミで切るぐらい、そのぐらい神経使ってもいいんですよ。こう最後ね、こういう風にハサミで切るとかね、これバツンってやってこっちにガディって当てて引いちゃったら、もう傷つけちゃう。抜きますよ。うん、これでもいいよね。うん、こっちができてるからね、いいご指摘だと思います。はい、どなたかね。でももうこれだいぶ枯れ入ってるね、この木ね。ここは泣いちゃって、これあのグニューってなってんのカルスですよね。さっき言ったカルスが、まあ巻こうとして巻ききんないけど腐っちゃってるね、中はね。うん、でこれも切り残しね。もう手遅れですよ。これいくら切っても、ここからこの辺ぐらいまで三角に枯れ入ってます。必ず。ええ。それはもう何の木でも同じですよね。例えばそのアセビなんかもね。そう、その枝強いですよね。どこまで落としますか？そうですね。正解です。そう、こういうのね。もう強いからね。ここまで行っちゃっていいんじゃないですかね。こういう時も角度をね、抜くのがいいかな。あ、ここね。ですね。で、これも強いですよね。これはここでしょうね。はい。基本的には真横じゃなくて斜め切りなんです。斜めなんです。基本的には斜め。はい。真横に切ると、その斜めで切るべきところとの三角のところが枯れるんです。はい。斜めに切ります。ちょっとこういうふうに下がっちゃっててもいいんですか？うん、下がっててもね、いいんですよ。これはね、趣っていうのもあるし、まあ、だらしなすぎたら切ればいい。そんなあの切らなきゃいけないっていうもんでもない。木の見た目によってですよね。見た目によってもうだらしな違和感がない。だらしないなと思ったら切った方がいいし、まあ例えばあとはもう花芽との問題があるじゃないですか。どうせ切んだったらじゃあ一花咲かしてから切ろうかとかね。とりあえず枯れ枝だけ切っとこうかとぐらいでいいんじゃないですか。でこのぐらいにしとくと、まあ大体この辺が頭かなって。これだとまあ
あの脚立かけないでね切っていけますから、そのぐらいで、はい、とにかくこう脇芽があるうちにそこへ切り戻す。切り戻しのタイミングが悪いと中枝って枯れるんですよね。あの日がこういうふうにこういうのとか、要するに日が当たらなくなればこうみんな枯れ枝になっちゃうじゃないですか、こういうとこ。これはだから使うんなら早めにそこへ切り戻して使ってやらないと、栄養はもう先々へ行きますから、そっち優先ですよね。木はもう大きくなるのが仕事だから、枝先に優先して栄養を送るから、だから例えばこういうとこね、こういう、このちっちゃいこの枝を生かしていかないと輪郭小さくならないじゃないですか。この下これ枯れてますよね。こういうふうに中は枯れていくんですよ。だから枯らさないためには早めに切り戻して、この枝を生かしてやらないけど、ここら辺にもほら枝あったんですよ、枯れてるけど、このここにあった方が良かったですよね。ということはもうこういうふうにここに生えてる時にここに切り戻しておけば使えたわけですよ。タイミングを一すると枯らしちゃうんです。例えば金木犀の場合は、はい、年1回ですか、何回かこう手入れてもいいんですか。6、7月頃にね、やっぱりあの1回切り戻しした方がいいです。それでちゃんと切り戻しできてると12月ぐらいのね、だからこの暮れの定例の時はほとんど飛び出た枝だけ、それをちょんちょんちょんって切るだけで済みます。要はその6、7月のあの切り戻し剪定をちゃんとできるかっていうことなんですね。でその頃だと切りすぎたなと思ってもあのすぐ芽吹くんですよ。だから失敗してもあんまり目立たない。今の時期にそのちゃんとした切り戻ししようとすると、こういうに穴開いたまんまこれで年越しちゃうのっていうことになっちゃいますよね。だからちょっとやりにくいですよね。今ちょっと勉強のためにやっちゃってますけどね。はいはい、こういうのでね練習するといいんだよね。こういうのこう切るときにこう枝をさばくときにね、例えばこれを切るときもこうだっけな、こうだっけなって、こっちを切るときどうかなって、そのときにこう練習するといいんだよね。工具を切るとかやってみます。どうですか。はい、真鍋さん、はい、どうぞ。すみません、ね、この小枝を落とすのでも一つね、何でもゴミでも勉強材料になりますからね。剪定バサミは入れる角度によって切りにくいんですけど、角度をあのうまく見つけることですよね。切り残っちゃうでしょ。それがこうちょっと角度変えるとか、こういうふうにするとか、ちょっとの差であの切り方の、こう入れるとぶつかっちゃうなとか、こっちからの方がいいなとか、そういうのを判断するといいですね。これ切り直してみてください。こっち邪魔だったらこれ取っても、こう切りにくいですね。硬い、もうでもちょっと残っちゃうね。じゃ必ずこういうのを切る場合はこれ残してこう切るわけですか。そうです、そうです。必ず残します。これじゃなくてないです、ありえない。はい、こんなんかでもこれでもあんまり意味ないけど、でもここで切るよりはいい。こうやってここで切った方がね、ちょっとの葉っぱでも残した方がいいです。生きてるじゃん、このね、だからこういうところで切ってばあのこっちから出るよ。で今ねどこで切っても芽出るよって言ったけど、出方は分かんないじゃないですか。こういうところ緑色になってますよね。そうですよ、はい、でそういうところが残ってるところで植えて切れば、こっち側からこれが出てくるっていうことはありますか。出ます。あのどこで切ってもこうブチって切っても芽は出ますよ。でもどう出るか分かんないでしょ、誰にも。だからそういう切り方しちゃいけないんですよ。あの芽があってここで切ってこれを残すんだったらこういう状態が分かる。だけどこれで切ったらどっちの方向にどういう葉っぱが出るか分かんないでしょ。だからそういう切り方しないんです。はい、
樋木があるここのところからおそらく出るだろうというふうに。出ればいいってことじゃなくて、出る方向とか長さとかが大事なんですよ。上とかその辺はね。残る枝の美しさが大事なんですよ。出りゃいいっていうもんじゃない。どう出るかが分かんないんだから、分かっているものを残す。これがこういうふうに出てるっていうのは分かってるからこっちを切り戻すわけで、ここで切ってもそれは出ますよ。でもどう出るか分かんないじゃない。そういう、だから切り方はしないね。どこで切っても出ますよ、もちろん。かっこよくなってきたね、なんか知らないけど。はい、こういうのもう合うとね、はい、もうキノコも生えてきてますよね。もうバフバフ、もうこのカレーが中入ってますから、これアウトです、ええ、誰かがこういうことやるともうアウトになっちゃう。あの枝もそうですよね、ええ、そう傷んでて向こうは元気な感じじゃないですか、はい、今のところ、はい、でも来た方がいいんですね。いや、もう手遅れだね。この木自体が手遅れじゃなくて、いや、この木自体が手遅れです。はい、あのこうキノコが出てくるってことはもう、はい、ダメなんですよ、はい、そこから良くはなりません。誰かが失敗したらもうアウトです、それで。あの栄養や肥料なんかやってもダメですか？ダメですね、直すことはできません。まあ、あの辺の、あ、はいはいはい、皆さんあの辺のですね、花芽をやってみてください。もう自分の木を決めるといいね。もう責任を持つ。名前つけときたいぐらいだよね。形はいいんです。形考えちゃダメ。どういうふうに切ってもらいたいかというと、飛び出てるなって枝をまず掴んでもらいたいんですよ。これ切りたいなって言った時に、形にこだわったらここで切るでしょ、うん、そうじゃなくて中見てください。中で今掴んだこの枝の中でどの枝が方向が良くて使えるか、これですよね、ここで言うとね。こういうふうに切って欲しいんですよ。まあ本当言うとね、もっと下なんですけど、この木で言うと、これ強いでしょ。本当はこの辺残せばいいんですよ。この辺残してここからいらないんですけど、少なくともそういう切り方。だからここ飛び出てんなって、こういうのはダメです。はい。ここ飛び出てんなって掴んだら、どれを残すのか考える。これ、ここでもいいけど、もっと下にないかなって言ったら、これいいじゃないかって言ったら、ここまで。こういう切り方をして、これを捨ててほしいんです。掴んだら責任を持つ。掴んだってことは気になるから触るんだから、必ずケツを脱ぐ。絶対切って取って戻ってこなきゃダメ。うん、こう人が見てるとね、あっちをこう触ってこうなんかやってる風に見せて、実は何も仕事してない人いっぱいいるけど、そういうのダメ。うん、ちゃんともうこう持ったらどれをもうど気になってんから触ってんだから、小さくするのはこれですよね。これよく辿っていく。これだけ一本、ここで切りゃ済む問題なのか。そうじゃないでしょ、この場合。これも、決めるまで離しちゃダメよ。責任持つんだから。こう向いて、探す。よく探す。中の方まで探す。あった、これだ。これ、ね、これだって言って、ここで切るときも、ちゃんと切る。ポジットで切る。こう。だからここまで輪郭、いったでしょ？これ正解。これでこの先はいじんなくていいです。格好なんか木が勝手に直すから、凸凹になっても全然構わないから。これです、勢いをこっち押さえるんだから。特に上の方ね、ツンツン出てるやつね、こういう枝、これ立ち枝になってるし、これ絶対切らなきゃいけないじゃない。弱気だったらこれ出っ張ってるなって、あ、ここかなって、弱気ならこれでもいいですよ。とりあえずはこんだけちっちゃくなったんだからいいよね。だけどもっと中見よう。この中の方を見ていくと、木の中に手を入れるから手入れなんですよ。ここにあるでしょね。ここで切るよりもここで切った方が木小さくなるし、勢いもさ小さくなるじゃないですか。でもこれ立ち枝残っちゃうからダメだなとかね、こういうふうに
これも高いなって。切るけど、ここでいいんだろうか。いや、もっと下にこれあるんじゃないかって言ったら、ここまで切るんですよ。ね。こういうふうに、まず掴んで、辿って、切る。はい、やってみましょう。はい、どうぞ。はい。切り戻し線。切り戻しです。切り戻し。輪郭にこだわらないで切り戻す。できればね、自分の木決めてね。分かんなかったら聞いてください。もうとにかく。まず気になるものを。いや、全然もっとまだダメだよ。はい、見ましょうか。はい、あ、これはここで。ああ、それですか。もっと下、ここまで。いや、こっちの方が勢いは弱いですね。この枝でしょ。はい、この枝です。うん、こっちの方が使えそうですよね。とここです。はい、私あのビッチョなんですけど、ああ、1週間ぐらい前に、はい、左手用のを紛失してんです。ああ、そうですか。はい、そうです。はい、上手です。硬いかな。はい、切る方向にこう押すとね、枝をちょっとね、はい、はい、いいです、いいです。この枝生きてんのかな。これ生きてんですか。あ、生きてんだ。あ、でここまで行った。あ、これはこれも生きてんじゃないですか。そこの方がいいんじゃないですか。それ残した方が、はい、きっちり下で切ってくださいよ。切り残ししないでくださいよ、はい、いいですね。もう切ってきたんね。このぐらい行っちゃってくださいよ。まあ、このぐらいまでの輪郭にしましょうよ。この、ね、ええ、でこういうの後でもう最後に気になったらこうやって飛ばしゃいいんで、もう、うん、枝先はもうとにかくいじらないで、とりあえず離れましょう。聞いてくださいね。聞いてください。怒りはしませんから。違うんだ。はい、それ立ち枝になっちゃってますね。これじゃ切れない。ああ、切れないのね。はい。ね、じゃあそういう時は私を呼んでください。中の必要なものか先に切った方が分かりやすい。先に切ります？じゃあ、言ってください。これ切ってって。したら切ります。ああ、いいですね。どれですか？この枝。うん、そうですね。そこから切りますか？でもこれ残しといたらダメか？ああ、でも立ち上がりすぎてるね。切りますか？これね、これいいですか？はい。いや、中の枝はうん、だってそこの高さにしたいとき切り戻せなくなっちゃうじゃん。どっちかって言ったらそれを残して枯れてないでしょ。こっちを残してこっちを切った方が木はおとなしくなるでしょ。切りましょうか。うん、嫌ですよね。それは戻せる枝があれば、戻せる枝があれば戻しちゃった方がいいですね。うん、使える枝だから。うん、上っていうか中を見るんですね。これとかがせいぜい使えるけど、こっちは使えないでしょ。これもこれもだから、こういうふうに切っててもね、解決しないんだよな。うん、すごい絡んで中が。うん、こういうのを捨てたいですね。取っちゃう？取っちゃう。元でこれ生かす？これでもない小枝になってるね。そうですね。みんなこれが普通じゃないってないから。ちゃうか。これ嫌だもんね、人のね。うん、こういうのは逃げたいね。中でそういうのがいっぱいあるかな。はい、うん。ここで難しい。これもやっぱりこうだったらここで切る。ここで切った方がいい。
そうですね。いいね、うん、徒長枝だし、そこよりこれほら、ここで切るとこれが残るでしょ。内向枝になっちゃうから、これとこれが残ったらいい。残った方だから。あ、これも切っちゃう。うん、それも切っちゃう。で、ここで。いや、そこで切るとこれが残っちゃう。だから、ここで切れば、この外側の2本が残るんじゃないか。うん、だからここで切った方がいいですね。うん、ここだとこれが残っちゃう。で、これ、徒長枝に近い、強い、のっぺりした枝でしょ。だから、そういうのは。そういうの、一度にこう、切れん。うん、そうですよね。こういうので切れないので、うん、2回ぐらいになっちゃうということで、ああ、そうですよね。やっぱり、あの、切りたいけど太くて切れないんだったら、ね、あの、女性の方言ってください。私が代わりに切りますから、はい、これを切りたいって言ってください。これは伸び放題になってる。そこは何とかしたいね。3本が強いでね。これ、うん、一番強いやつを抜いた、うん、真ん中ね、そうですね。いらない。でも3本ある、うん、3本あるのよ、うん、ね、とりあえずこれはいらないんじゃないですか。ですよね、はい、はい、おー、簡単にいきました。はい、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 どこから、すいません、ここ、もっと行きましょうよ。あ、これ？うん、それでもいいぐらいだね。その奥でもいいぐらいだね。うん。うん。っていうのは、これ角度が鈍角になってるでしょ、枝が。これ残しても、この枝自体がほら、これとこれおっぴろがってるじゃん。かっこ悪いんだよね。だからどっちかを抜くようになるんだよね。この辺で作るとか、そうそう。うん、そうそう。そうそうそう。そう。だからこれとこれとこれにするとか、こっちとにするとか。あ、紙だったよね。そうでもないのか。ちょっとこっち何にもなくなって。うん。じゃあここまでにしといて、こっちを抜くか。うん、そこで切っといてね。うん。こっち抜いちゃう。はい。皆さんこっち側から切ってるけど、あの、向こう側を切ってあげた方がお隣さんは喜ぶんですよ。気使ってね、やっぱり迷惑してる方を優先的に切ってください。いましたですね。うん、はい、お時間となりましたかね。はい、じゃあ以上でございますが、はい、まあ質問受けながらやってたからね、大体いいとは思うんですけど、あの、皆さんね、ちょっと私びっくりしたんですけど、あの、最初からちゃんと木の中に入っていってね、奥の方から見れる目があるんだなと思ってね、はい、あの、そこいいとこです。あの、もう本当に最初ね、形整えることばっかり考えがちなんですよ。だからちゃんと中の方から見る癖がつくっていうことはね、もうそれだけでもう今日もう感心してます、私。皆さんいい目をお持ちなので、まあこの時期だから入っていけるっていうのもあるけどね。うん、夏は入ってきたくないですけど、まあ、あの、虫とか気をつけて、とにかくもう一歩踏み込むことが大事なんですよ。手を中に突っ込むことが大事なので、それが皆さんできてたのでもう上出来だと思います。はい、あとはもう木の形はもうさっき言ったように、あの、木が勝手にね、うまくしてくれるので、そこは人が、あの、手を出すところではありません。逆に言うと余計なお世話はしなくていいんで、はい、ただそのまんま伸びていっちゃうと、その交際枝になって傷つくよとか、そういうのは自分で切れないわけですから、木はそういうのを早く見つけて、あの、擦れちゃいそうな枝は早めに取ってやるとかね、枯れ枝はどけてやるとかね、そういうことをやってあげてください。はい、あの、今回はまだ第1回ということで、あの、皆さんこう、うん、あのね、ここのこう、なんですかね、やっぱり筋がいいということを、うん、いや、いいですよ、本当に。ぜひこの筋をさらにですね、伸ばしていけるように継続してできればと思いますし、で、まあ、今回はそのこういう、まあ、運営なりボランティアの方々でやってますけど、さらに次にはできればね、一般の方みたいなものを呼んで、できていくと、さらにこう広がっていくこともあるかと思いますので、ぜひ継続してよろしくお願いできればと思います。うん、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。